新言宗、新言宗は、空海、工房大師によって旧世紀、平安時代初頭に開かれた大乗仏教の宗派で、日本仏教の一つ。新言だら二宗、万だら宗、秘密宗とも称する。空海が長安に渡り、清流寺で、経過から学んだ密教を基盤としている。京王五国寺、当時新言宗総本山を、新言宗の総本山としている。 同時期に、最澄によって開かれた、日本の天台宗が、北家経学、密教、戒律、禅を研修するのに対し、空海は、著作、秘密万奈ら十重心論、秘蔵法薬で、空海が執筆していた当時に伝来していた、仏教各派の教学に、一様の評価を与えつつ、新言宗を最上位に置くことによって、十段階の思想体系の中に組み込んだ。 最終的には、謙虚と比べて、密教、新言密教の優位性、謙虚の思想、経典も、新言密教に包摂されることを説いた。天大密教を大密と称するのに対し、新言密教は当時を基盤としたので、東密と称する。大道元年、806年、空海が中国、東より貴重。その後、空海は公認7年。 816年に、高野三根坊坊寺を、主前の道場として改装し、公認十四年、八百二十三年に、佐賀天皇より、直玉物された京王五国寺を、新言宗の根本道場として、集団を確立した。公認十四年、八百二十三年に、当寺に対して、新言宗の定額層五十口を置き、他宗の層の雑住を禁じる。 胸の幹部を賜った。また、純な天皇に、新言宗諸学教律論目録を作り、献上したことから、空海が、当より貴重した、大道元年、806年公認14年、823年の間までには、空海が新言宗を交渉し、新言宗の集団の基礎を確立したと推測される。空海は、入場に際して、従事していた人を弟子に付属した。 京王五国寺は実へ、金剛宝寺は真前、真五寺は真勢、安城寺を、慶雲、官平法王、歌天皇が回帰した、仁那寺、第五寺は、消防、炎上寺は益神などがあり、これらの寺院に年分土者、国家公認の僧侶の要請を許可され、それぞれの寺院が独立した傾向を持っていった。後に、当寺長者が新聞州の最高権威者とする制度が、 確立する。関県が、当時長者、今後をポージをすお今日をご国事当時を本事とし、今後ージを末事とする、本末制度を確立した。今後ポージは、この本末争いに負けた。一時的ではあるが、当時長者が新言集を統括することになった。高野さんは、落雷により、仮覧、書道を消失したり、また、国史による応募などにより、推備し、 無人の状態になるまでに至った。この状態が平安時代中期まで続くが、藤原道長が高野山に登山、山上の寺社に参詣することしたことにより復興が進み、皇族、接管家、公家が高野山への登山が続いた。その後、皇族、接管家、公家などによる経済的な支援もあり、高野山は財政においても安定した。集団は、 失踪症を重視するために分派していった。自相、真言密教を実践するための作法、手法の作法などの違いによる分派であった。教学、教義そのものは空海により体制されていたため、平安時代半ばまで、州内での論争はあまりなかった。しかし、十一世紀末、佐市湾、公共大使が高野山で秘密念仏思想を提唱したことにより、 対立が生じる。また、佐藤芝は、大伝法院を創建、驚愕の進行のために、大伝法への復興を行った。当時の支配から、高野さんの独立を図り、当時長者が今後法ジの雑を検職する慣例を廃止し、今後法座雑に任ぜられたが、今後法ジ方、本事方の反発を受け失敗した。その後、雑を辞して、根頃山、 和歌山県に陰性した。これより、今後、ポージ方、本寺方と里都番の流れを組む、大伝法院方、院方との間で、長い派閥構想が続いた。両派は、古儀、古儀新言集、新儀、新儀新言集に分かれていった。1290年、昭和3年には、雷雨が大伝法院を根頃山に移し、大日如来の火事保守新 審議を唱えて、審議神言衆の協議の基礎を確立した。根頃山は、大伝法院を含めて根頃寺となり、流星を極めたが、1585年、天正十三年、豊臣秀吉により、焼き討ちにされ、開人に返した。そのため、1588年、天正十六年に、これを逃れた、千誉丸が、奈良県桜井市の長谷寺に入り、 ここが後に、新言州と与山派の総本山となった。また、徳川家康の保護を受け、1601年、慶長6年に、玄介が根頃寺にあった、地尺院を京都東山七条に再建した。後に、新言州地山派の総本山となった。南北朝時代に、当時の僧、高志だから、憲法、玄宝らにより、 当時、藤門教学を体制させて、大日如来の本字家事説、古義を説いた。また、高野山では、応援の体制と称される古義派教学の発展があり、他から誠意に誘拐が、字二門、二二門の教学、無料言武器院長格が、藤門の教学を進仰させた。江戸時代に入ると、江戸幕府は、仏教界に対して新たな宗教統制を講じた。 1604年、慶長14年に、関東新言集古義派と、当時、第五次、高野さんが来る方にもハットが出された。また、1615年、元長元年7月24日、徳川家康が新言集書派と、新言集書本さん、諸事に対して出した。こうして、幕府の監視下に置かれることになった。同時に、 幕府の宗教政策である寺段制度が確立した。収門改めなどを行うことで行政機関の役割を果たし、幕府の支配体制に完全に組み込まれた。寺段制度は諸本山、松寺にとっては財政的な安定を得たが、一部の諸本山、松寺に後期の緩みが見られた。江戸時代、幕府の支配体制に組み込まれることによって、諸本山、松寺にとっては 財政的な安定を得たが、一部に後期の緩みが起きた。このことから、ジョ自ゴン、ジウンらが、戒立に関心を寄せ、戒立の研鑽、研究を行い、戒立の復興を行った。明治維新以降、明治政府は、神仏分離を推進した。宮中では、直州法へが廃止され、宮中行事における仏教色の排除が図られた。それに伴い、 廃物希釈が起こり、新言宗の寺院は、本山、松寺に関わらず大きな打撃を受けた。新言宗に属している神宮寺が廃されて神社に改められることもあった。葬石を離脱して神社の神職になったり、減属する層も現れた。政府の命令で寺院の所有している土地の返納を要求して、政府へ強制的に返納させた。また、 没収する場合もあった。特権も廃され、直眼書、門石の称号を禁止された。これらの施策により、財政基盤を失うこととなった。結果、多くの寺院の経営が立ち行かなくなり、廃寺に追い込まれた。廃物希釈の機運が高まり、仏教各派も危機感を募らせた。そのことから、仏教各派が団結し、仏教を専用して、邪論を廃すべく。 各州同盟会を結成した。1869年、明治2年東京の恵光院にて、各州同盟会の大会が開催され、高野山、名王院寺の高岡増高が押されて、名手となった。新総裁が盛んであったため、無重寺院が増え、寺院が廃されることが続き、仏教各派にとって、深刻な事態になっていた。1872年、明治5年、 小義新言宗を統括すべく、小義新言宗内に、官庁職が設置され、金剛法寺住職の駒賢通りが命じられた。1873年、明治6年3月29日、大乗官たちが下り、京王五国寺当時と金剛法寺の両寺が、小義新言宗の総本寺と定められた。政府の宗教政策である一州一官庁制が、小義。 新義新言宗各本山にも求められた。古義新言宗では、京日国告示当時、今後当時、新義新言宗は、地職員、長谷寺が交代で、新言宗の官庁に就任することになった。官庁は、全新言宗を統括し、宗務に当たることとなり、新言宗にも一宗一官庁制が導入されることとなった。しかし、1878年、 明治十一年、仁和寺、大覚寺、広高寺、新御寺、西大寺、法隆寺、東正大寺が、古義新言宗から離脱し、仁和寺内に、西武新言宗と称する宗派を立てて、独自の官長を置くこととなった。また、新儀新言宗の知釈院、員、長谷寺も離脱し、新言宗新儀派と称して、独自の官長を置くこととなった。古新の今後を寺、 当時は合併して、小木新言州から新言衆と称して、独自の官庁を置いた。こうして、新言衆は一州一官庁制がが解して、西部新言衆、新言衆新議派、新言衆となり、三人の官庁が存在する状態となった。このことは、政府の知るところとなり、内務省から一州一官庁制を取るよう通達があった。これを受け、 英雲寺において、古儀派、新儀派で合同会議が行われた。結果、1879年、明治12年に正式に合同が図られた。合わせて、京王五国寺当時を総本山にして、長者の称号を服することになった。1896年、明治29年、第五寺が新御州からの分離独立、金剛法寺も同様の西願が、 新言収集会に提出された。この請願は内務省で審議されたが、結局、不認可となった。1899年、明治32年10月、新言収集会にて、各一州派、古儀、真義新言州各派が合同協力して、全新言州を統括していくと分離独立派、古儀、真義新言州の各本山には、歴史的経緯や自相。 新言密教の手法、儀礼の流派の違いなどから、各本山ごとで独自の宗派を立てて、集団を維持していくのに配による対立があり、紛糾した。1895年、明治28年6月、新言立宗、最大寺に対して独立が認可される。千九百年、明治十三年九月、新言衆高野派、剛ポージ新言、総お室派、 忍那寺、新言宗大覚寺派、大覚寺、新言宗大五派、第五寺、新儀新言宗地山派、寺社院、新儀新言衆豊山派、長谷寺、立宗に対して独立が認可された。さらに、1907年、明治40年、新言宗当寺派、当寺、新言宗山品派、下重寺、新言宗千入寺派、千入寺、新言宗小野派、 随神院が独立し、新言衆は解体された。新言衆各派の独立により、当時を新言衆の総本山とする制度が終焉する。古義新言衆継衆派は、古義八派、新言衆高野派、新言、総おむろ派、新言衆大覚寺派、新言衆当寺派、新言衆山品派、新言衆千乳寺派、新言衆大御派、新言衆小野派となり、 小義八派連合制度を組織した。1925年、大正14年、小義八派連合制度は解体され、宗派の自主独立性が取られた。1926年、大正15年、新言州高野派、新言、総お室派、新言州大覚寺派は、合同して、小義新言州を組織した。小義新言州は、 他の古義新言宗系宗派との間に、新言宗核派協約を締結し、教師、住職の人材交流、相互協力を行った。日中戦争下の1941年、昭和16年3月、政府の宗教政策により、古義新言宗、新儀新言宗系の宗派が合同し、大新言宗が成立する。政府の主導によりこれまでの歴史的経緯や、 教義の違いを無視して無理やり合同させたものであった。また、戦時中は、敵国降伏の祈祷が大神言宗の各本山、末寺において、たびたび行われた。戦後、大神言宗から独立していく古義神言宗、新義神言宗の宗派が相次いだ。新しい宗教法人制度が制定されて、この動きが、さらに加速した。戦後は特に、 ここに、真偽の諸宗派からさらに分かれ、主言道、儒教、道教等と組み合わさって、独自の教義を唱え、新言宗敬信宗教と分類される、宗教団体がいくつか成立したことが挙げられる。例えば、新言宗第五派に属していた、一等信条が、新如縁を開いたようなものである。これらの団体は、他の仏教敬信宗教と異なり、新言宗との関係は、概ね良好である。 宗祖、空海、工房大師への警護が味。い。十世紀には、高野山で空海の入場信仰が起こった。工房大師信仰、大師信仰を説いているのが新言宗の各派に言える特徴の一つでもある。工房大師信仰の高まりの中で、様々な空海の姿が作られた。地語大師、修行大師、入場大使、鯖大師、被検大師、日輪大師などがあり。 信仰の対象になった。宗祖、空海は、佐ぬき国病部裏、現、香川県善通寺市の出身で、仏教者であるとともに、思想家、著述家、また、三筆の一人に数えられる、農書家として、後の日本文化に多大な影響を与えた人物である。彼は、延暦23年、804年、検討支線に同乗して、唐に渡り、長安、 清流寺の経過から密教の奥義を授かった。また、唐で多くの仏典、仏具、仏画などを得、日本へ将来した。公認7年、816年には、高野山、和歌山県伊都郡高野町の地を得て、ここに金剛法寺を改装。公認14年、823年には、平安系の漢字であった当寺を佐賀天皇より貸しされ、 これら両寺を新言密教の根本道場とした。835年、上は2年3月21日に、62歳で、高野山で入場した。空海が入場してから86年後の演技21年、921年に、工房大使の死亡が、第五天皇より送られた。密教が、インドで起こり、中国を経て、空海、工房大使に伝えられ、 日本で独立した宗派として、新言宗を開くまでに、八祖を経て伝えられたとする伝承がある。これを新言八祖という。不法の八祖と、伝授の八祖の二つがあり、空海は、著作、秘密ンダラ教付法伝、新言付法伝で、新言密教の起源と、不法の七祖、伝え持ちの七祖、不法、伝え持ちの八祖のうち、 工房大師を除く七祖の伝記や不法の系譜を記している。新言宗のほとんどの寺院は本堂などに新言八祖、伝え持ちの八祖、絵像で制作されることが多いが祀っているのが特徴の一つである。新言宗の法流の成形を示している。教主大日如来の説法を今後を去ったが聞いて教法が起こり、新言宗の教えが伝わった系譜である。 シ言宗州の教えが日本に伝わるまでの歴史に関わった八人の祖師。付け法の八祖のうち、大日如来、金剛沙汰は実在しない人物なので、除き、二人の祖師を加えた。八祖大師とも称される。手に印を結んだり、仏具などを持っているが、これは悟りの本質を表している。シ言宗州は、促進成仏と、 密言国道その協議とする。中心とする本尊は、宇宙の本体であり、絶対の真理である、大日如来。教理として、四つ。六代、六代演技の教え、曼荼羅の教え、三密修行と、上記の促進成仏がある。教学として、大日系の教学と、今後を頂き行の教学、二つの王教で解かれる、教えが根本処理とされる。 真言密教を学んでいく上で、自相と競争が重要視される。自相とは、真言密教を実践する方法、すなわち、手法の作法、感情、誤魔、漢方、陰、経、真言などの行法を指す。これに対し、競争とは、真言密教の理論である。真言宗の主要経典、大日経は、競争の経典、今後いただき業は、自相の経典である。 競争を学んでいくことで、新言密教の理論を理解し、理論を実践する方法を行うために自相を学ぶ。競争の裏付けのない自相は無意味な動作になってしまうという。自相、競争の両方を学ばなければ、新言密教が理想とする境地への到達はできないとされている。自相、競争の両方を習得する重要性を解く例えとして、自創、 競争を車の両輪に置き換えて解く場合がある。また、自運は、自層を離れて、競争なく、競争を離れて、自層なし、こと今日一致して、密議を尽くすべきと述べた。九世紀半ば、平安時代中期から、自層の研究が盛んとなった。液史に始まる広沢流、消防を外する小野流が起こった。両派は、それぞれ六流に分かれて、野沢十二流。 根本十二流になり、やがて三十六流になった。その後、法流は、合わせて百余りを数えた。新言密教の児童の流派は、すべて、広沢流、小野流の二流から分かれた。平安中期に益心に始まる広沢流、勝母を始祖とする小野流が起こった。両派は、それぞれ六流に分かれて、野沢十二流、八沢十二流、または、 根本十二流と称される。野沢十二流の定義では、寿命院流を広沢流に入れない。また、中野院流を小野流に入れない。いずれの法流も高野山に移ったためである。これは、大七日、五手法など、公受けの手法に関与しないために区別されただけで、野沢十二流は、東密寺相の法流をすべてを示したものではない。 特徴は、儀器を重んじる。艦長が混流した京都市右京区、佐賀公宅にある、広沢池の南にある返上寺の所在地名が語源となっている。講義では、東密寺僧を二分した場合、小野流の体を成す、法流。競義では、広沢流内の法流、忍那三流、広沢三流を合わせて、広沢六流と称する。しかし、六流に属する、宝流は、 一定しておらず、観音陰流、忍那五流系の北陰流、自尊陰流などを入れる説もある。補助陰流、忍那五流、西の陰流を、忍那三流と称し、家造陰流、忍肉ニ流、伝望陰流を、広沢三流と称する。小野流は、新言宗全通寺派大元山随心院、旧省、万太羅寺がある、京都市山品区小野が語源となっている。 小坊を、小野流元祖、随心院を改装した人外を、小野流流祖とする場合もある。苦伝苦血を重んじるのが特徴である。講義では、糖密地宗を二分した場合、広沢流の体をなす、法流。競議では、小野流内の流派、第五三流、理性院流、美保院流、金剛王院流と、果十字三流、随心院,院流、安城寺流、果十字流を指す。 単に随心因流のみを指す場合もある。神言宗は、日本の仏教宗派の中では文化の多いものの一つである。13世紀末に、古義神言宗と神義神言宗に分かれ、さらにそこから出したような教義が展開して、現在に至っているのが特徴である。2> 第二如来の本寺発信説の教学、古義による、現実世界の一時一物が、発信、 真理そのものを、仏つの体とみなすの大日如来の説法であると、説いている。里版、公共大使を、破損し、大日如来のカジミ説の驚愕、真理による、現実世界の一時一物は、カジミの大日如来の説法であると説いている。昭和十四年、九百三十九年の宗教団体法成立により、新言立衆以外の宗派は、 新言宗として統合された。しかし、戦後は、分派独立が相次ぎ、現在は、約五十の宗派がある。そのうち主要な十六派の十八の総大本山が、昭和三十三年、九百五十八年六月十五日に、新言宗各派総大本山会、各山会を、各山の連絡親木、共通事業の主催を目的に結成された。これらの寺院を、 新言衆十八本山という、各三階の事業として、こうなのか、五種法の他に、密教学現象及び密教教化賞の授与がある。受賞者は、以下の通りである。新言衆各派総体本三会所属の、各宗派館長、山主と新言衆各派総体本三会所属の、各宗派から選んだ、定額像により、 毎年1月8日から1月14日までの1週間、21座にわたって、当時、勘定院にて、後と7日、ご手法を行っている。新言宗最高の日々とされている。後7日、ご手法は、新言院ご手法、新言院未手法などと呼ばれ、通称はご手法、未手法、未手話と呼ばれている。新言宗最高の日に元正だしとされる。 正月1日から7日まで宮中で行われている、神事である、宮中前7日、設営に対する行事。834年、上和元年に人形天皇の直を報じて、空海、工房大使が宮中信号院にて、国家安泰、玉泰安濃、五国法上、万民部落を祈って行われてから、毎年、宮中の恒例行事として正月に行われていた。 南北朝時代の戦乱期や地震などを含めて、数度、中断する時期があったが、ゴミズ天皇と第五次座杉園の尽力により、1623年、元羅9年に170年ぶりに復活された。1871年、明治4年に、廃仏希釈の影響により廃止されるまで、行われていた。釈雲章らの単元により、1883年、 明治16年1月8日に復活した。その時から手法を行う場所を宮中から当時環状院に移した。1920年大正9年以降は古義新言集と新義新言集の各本山が共同して手法を行うようになった。1968年より各3回の事業となった。手法は合計21がざ行われる。 家獣自獣、混合解放と再院流大蔵解放の了解を一年おきに交互に修士、即歳、増益の法魔と五大名王十二天聖天法などを合わせて修する。前日の七日、主法に出資する武僧が、当時の集会所で修礼を行う。初日、開示路の一月八日には、宮内庁より、天皇のお衣を納めた唐杖を放置した直詞を、当時、 感情院に使わして、御意を当時感情院道場のうち、道の湯が壇上に安置する。11日、12日14日、ケチガンは、直視が当時、感情院の道場において昇降し、参拝をされる。同日14日、直視に御意奉還の儀式を当時感情院の前道にて行い、五七日、御手法は、正満する。手法で使用する年珠。 ご古書、今朝などは、空海、工房大使が、当、中国より持ち帰った法具である。以前は、当時長者が、大アジャを務めていた。決断後に限り、当時環状院道場への一般参拝が、許されている。これらの宗派は、ほとんどが、戦後の分離独立であるが、寺院そのものは、古くからあったものもあり、新設されたものもあり、様々である。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。